はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。よしでは続きやっていきましょう。今回はどこに行こうか。残りのアクティブリンクが確か 2,3 個、結構あるね。次はキノコガンガキノコ岩街道かな。あーやっていきましょう。青年同盟武闘大会、青年同盟と新エボン島との海戦は避けられた。荒くれ者たちの気晴らしに武闘大会が開かれるぞ。結構ハードだね。さあやってきましたけども、あ、ここから行くんだ。めんどくさいね。じゃあ一旦あそこまで行こうか。普通にさ、こう機械がいるの怖いんだよな、なんか。あ、こっちなんだ、しかも。ユウナ様誰だっけ。来ましたよ、コンサート。すっごくよくって感動したっす。ちょっと名前があるけど思い出せないな、君。新エボン島との戦いも避けられそうです。ルチルは覚えてる。コンサートに行った連中がみんなを説得してもらったんすよ。よかった。ルチルの部下だっけ、あの子。ですが同盟にはまだ力を持て余している者も多いのが現実です。彼らは戦う機会がなくなったことを不満に思っているようです。暴れたがりが多くって。でもルチル隊長がいいこと考えついたんすよ。そんなに暴れたいんなら武闘大会で力を見せろってね。面白そうだな。ユウナ出てみない。リュックも目まん丸で綺麗だね。ヤイバルが受付やってますんで、あいつに申し込んでくださいね。ヤイバルってなんだっけ。こいつらの一番下っ端の男だっけ。確かあんま覚えてねえな。ヤイバルってドイツ。君違うね。君は？あ、違うね。やるやるやる、出ようぜ武闘大会。やっぱこっちだよね、これ。君は、皆さん、大会に出るんですか。君がヤイバルじゃん。え、ちょっと待って、バカみたいな時間無駄にしたんだけど。え、了解です。ではご案内します。は、一回奥まで行ったんだけど。名高い大召喚師ユーナ様が諸君の力を試してくださることになった。そう、この道を一番奥まで行ったの。腕に覚えのあるものは前に出ろ。え、てか、え、一番最初話しかけたよね、だって自分も参加したくあります。なんだろう、なんで進まなかった。ユーナ様と幸せできたら一生の記念になるであります。よろしい、各員配置につけ。なんかすげえむしゃくしゃしたから全員ぶっ飛ばそう。いや、マジで意味がわかんない。絶対話しかけた最初に。まあいいか、ミッションスタート。青年同盟武闘大会、荒ぶる青年同盟の強者を倒し、武闘大会を容赦なく勝ち進め。審判員はルチル隊長だ。7試合勝ち抜き。それでは第1戦始め。え、僕ですか。よろしくお願いします。おー、最初はヤイバルなんだ。なるほど、まあ普通に戦っていけばいいんだな。おお、こっちいい火力出るじゃん。へえ、いいじゃんいいじゃん。でもこんぐらいが一応ちょうどいいのか。なんかどういう感じかよくわかんないけど。よっしゃ。ああ、ヤイバル撃破。あ、え、一発で雑魚倒せるよ。なんかここはくせ、てか余裕そうじゃん。ユウナには手出しさせないよと。オッケー、第一戦クリア。まさに一周ですね。どうぞ、次の相手が待っております。余裕すぎ。無用ですよ。ちょっとね、ヤイバルがしょうもなすすぎだから、意外、もうちょい頑張ってくれよ。ちょ、ユーナは一旦ちょっとケアルガで全体回復いっとくか。あれ、今全体、うお、あいつ回避率高いのか。オッケーオッケーオッケー。したら普通にノルでいいかな。ちょっとやばい、先にエルマ撃破かな。今パイに当たった。当たってないか。え、なんだあれ、マイティジーグレードでもやった。嘘でしょ。あれ、僕が今やってる天でよく見るエフェクトだよ。完全にマイティジーグレードだったんだけど。おい、あいつそんなことまで使えんのか。しかも混乱まで使ってくる。うわ、しかも混乱する、厄介だなパイン。しかもパインの攻撃が当たんね。なんでだ。あ、でもちょっと待ってよ、ケアルが、リュック何やってる？リュック何やってんの？待って、リュックは一体何をやっている？ MP 吸い取られる、それはやばい。ちょっと待って、リュックが本当に何をしている？リュックは何してんの？マジで何してんの、リュック。は？なにバーサク？これ。あ、バーサクなんだ。え、これちょっとやばくね？あ、寝ちゃった。ちょっと待って、今もう何もできない、僕には。こ
混乱は解けたけど、バーサークになってんだけど。あ、でもまあまあまあ、なんかこっちダメージそんなにないから、あと任しても大丈夫そうかな。あ、範囲暗闇食らってんのかこれ、だから当たんねえのか。ちょっと待って、ユレナがいろいろとやってくれないときついぞ。いや、やばいやばいやばい、混乱はまずい。やばい、こいつ強いぞ。ちょっと待って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 、ファインのあれがやばい。ファインの暗闇がマジでやばい。ちょ、死んじゃう。回復、いや、バーサク強い。もう何もできない。これはもうただ見守る見守るしかないんだけど、これやばくない？大丈夫、ユーナが死ぬ。ちょっと待って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 、大丈夫か。暗闇がやばい。待って、パインがなんかダメージソースになってなさすぎる。やばい、ちょっと本当に、待って、リュックも暗闇になってる。これ終わったなマジで終わってんな。こいつ強すぎるぞ。やばい、これ何時間かかんだよ。これ負けるじゃん、自利品じゃん、もうどう考えても。だってユーナの攻撃力33だよ、ダメージ。ああ、ユーナ死んじゃうよ。だってもうねえ、マジでこいつ強い、やばい、強すぎる。やるじゃんこいつ、ちょっとまずいな。これもう喋ってんのもだいぶ辛く、あ、ファインが復活した、復活。ちょっと待って、アイテム、ポーションじゃない、フェニックスの王で一旦ユーナを回復させる。お、急にバーサク治るじゃん、素晴らしい。危ねえ、助かった。 OKOK、 いいよ、もううるさい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 、寝てもらっていいよ。で、 OKOK、 ユーナが復活するでしょ。どうしようかな、一旦全体回復を入れてから、それぞれの状態異常を解いていこう。やばいやばいやばい、ユーナが死ぬ、ユーナが死ぬ、回復するよ、回復して早く。 OK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 
ちょっと待って、エスナを一旦リュック、エスナ早く早く、オーケーで、もう一回エスナをやります。今度はファイム、よしよしよし、いいぞいいぞ、やっと戻ってきて、待って、まだなんか当たんないんだけど、なんでお前そんなに、ちょっと待ってくれ歌姫、歌姫に帰るじゃん。戦う、オッケー、いやー長かった、お見事です、ユーナ様。やばい、めっちゃ強かった、あいつ。お前もよく戦った、この敗北を次に生かせ。いや、めちゃくちゃ強い。はい隊長、それでは次のもの。危うく負けるとこだったわ。どうした、遠慮なく名乗り出よ。打ち止めっぽいね。あと一人いるだろう。お手合わせ願いますか。よろしくお願いします。誰、ありがとうございます。ではお手柔らかに。お前かい、ルチルか最後。なるほど、おー、しかも1対3でいいの。明らかに相手は物理系だよな、さすがに。戦う、お前アイテム使ってくんのかよ、ずるくね。暗闇だ、暗闇はガードされんだ、マジか。これスローやられんだ、ちょっと厄介すぎるぞあいつ。あいつ、あの野郎めっちゃこっち押せえしよ。待ってよ、一旦白魔同士、白魔同士に切り替えるじゃん。で、切り替えて攻撃力を上げる。 OKOKOK で祈る。ちょっとまずいね。待って、あの3って何、死のカウントダウンやられてない、そんなこと。うおー、強いじゃん、何あいつ。あいつずりーぞマジで。白魔法を蹴るしかないのか。じゃあ一旦こっちに戻す、攻撃上げるでしょ。で、シーフ盗む、いやー、これちょっとスロー厄介だな、チョコボの。あー、もう何もないのね、やばい。ちょっとパインを蘇生しよう、あ、パインじゃない、リュックを蘇生しよう。ルチルが強い、こいつ骨がありやがるぜ。ちょ、一旦こっち行こうか、侍で、今度は白、いやー、歌姫で始まっちゃったからちょっと厄介だね。白魔道士に変える、もう侍になるの初めてなんだね、かっこいいね、用心棒みたいだ、おーかっこいい。
お、かっこいいじゃん。そんなに切られたいのか。ちょっと待って、あの3部絶対死なない。刀の錆だ。おー、いいじゃん。名鏡ルチル、これ結構いきそうじゃない。ダメージ、そんなことない。ちょっと歌姫に変えて HP2 倍にする。でもう一回白魔導士に戻す。で、リュックを蘇生する。ちょっとやばいな、あの2が。やーぶねー、今なんか食らったと思ったけど大丈夫そうか。ちょっとパイン発動遅すぎねえか。名鏡、カスみたいなダメージしか出ないんだけど。ちょっとやばい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 、パインが死ぬ。おぶねえ、ぶねえよ。オッケー、リュック早く蘇生されて。危ない危ない、マジで危ない。ユーナはそのまんま白魔法をケアルラ全体。やばい、こいつマジ強だな。オッケーオッケー、アタッカーにチェンジさせる。マジでこの演出かっこいいよな。オッケー、戻ってまいりましたよ。これで攻撃力が上がっている、素晴らしい。おお、いいねいいねいいね。うわー、あれか、これ厄介すぎるな。ちょっとリュック戻すじゃん、叩く。あ、そうか、まだあれ食らってんのか。スロー、ちょっとやばい、これやばい。あー、パイン当たんねえのかよ。しかもこれはね、やばいね、マジでやばいね。ちょっと待って、ちょっと待って、相手のフェニックスのを戦う。こいつマジ強い。いやー、リュック攻撃力がちょっと低いんじゃないか。てかこのさ、死の宣告やられんのマジでしんどいんだけど。戦う。オッケーオッケーオッケー。ユーナのスローを自分で解かないとちょっと、うわー、またパインかかっていく。ちょっとマジでやめてよ、本当に。お前強すぎ。どうしよう。ちょっと MP 回復しないと、シャレになんないね。エーテル、ユーナ。いやー、ちょっとその前にエスナだなー。てか解きたい、万能薬、万能薬、スロー解除。万能薬をユーナにやる。バイン、ねえ、こいつ強すぎる。マジで強い。死んじゃ、待って、もうユーナこれ死ぬようだって。エーテルやったところで、死なない?大丈夫?いや、そうだよね。やばいやばいやばい。待って待って待って、ルチルごときに死にたくない。待って、こいつこんな強いのか。メガヘニ、いや、これはもったいない、さすがに。国試験、マジでこれやめて。これ強すぎる。やばい、どうしよう。これを封じたい。アビリティ封じとかないもんね。やばい、ちょっと待って、本当にやばいでごわす。フェニックスの王、やばい。もうだってまたリュック、もうこれなんかもうずっとイタチロックだもん。本当にやばいやばいやばい、ゼロになる。ちょっと待ってよ、犬、わあ、もう、ほら、こいつ強すぎる。そしてズルしてくる。マジでずるい、これ。本当にやめて。ねえ、マジで嫌がらせすぎる、こいつ。超嫌い。何こいつ、なんなん、マジで強いんだけど。ねえ、本当に嫌だ。何こいつね、当たんないし、当たんないの何?当たんないのずるくない?本当に嫌なんだけど。もう次またパイン死んじゃうじゃん。ねえ、もうなんなんこいつ、めっちゃ嫌だ。こいつ強すぎるよね。本当に強いんだけど。ねえ、フェニックスの方がいくつあっても足りない、マジで。マジで嫌だこいつ。攻撃当たんないのやめてほしい、せめて。せめて。ねえ、ほら。もう今また復活させたばっかなのに。こいつ攻撃当たんねえしよ。マジで。マジでなんなのこいつ。本当に嫌いなんだけど。え、しかも、はぁ?お前アイテム使うのはなしだろ。こっち散々回復しといてあれだけどさ。さすがにそれはずるいって。やばいやばい。ねえ、ユーナが。これやばい。これ即死無効とかでやるしかないのかな?にしてもじゃない?にしてもずるくない?こいつはさすがに。どうしよう。やばい。しかも暗闇無効だったもんな、あいつ。ねえ、アイテム使ってくるしよう。パワーブレイク入れる。で、ちょっとパインで、アーマーブレイク入れる。まあ、祈る。やばい、次もうリュックが死んじゃう。いやー、待って待って待って、リュック死なないで。オッケーオッケー、攻撃力デバフ入れるじゃん?で、防御デバフ入れるじゃん?で、あとは、行動を遅らせる?これよくない?これいける?リュックまだ頑張れる?リュックもうちょい頑張ってね。
大丈夫だ。あ、お前にリレイズを、うわ、リレイズはないのか。そうか。ないのか。ないのか。それはしょうがねえな。いや、まあ、ここは何もできねえな。ねえ、お前、またやりやがった。こいつマジでうぜえぞ。いやー、くっそ、しかも向こうか。お、倒した？お、やるじゃん、リュック。自分の命と引き換えに、すまねえ。隊長！ありがとう。ユーナ様、ありがとうございます。良い試合でした。お前二度と戦いたくない。やっぱりユーナ様はすごいな。隊長もかっこよかったっす。あいつ卑怯なこと、卑怯な技しか使わねえ。マジでやだ、あのルチル隊長。二度と会いたくない。やべえ、よかった。最後リュック経験値もらえないと思ったけど、もらえたわ。危ねえ、危ねえ、助かったわ。いい機会だ。諸君に話しておきたいことがある。我ら青年同盟とスピラの未来についてだ。諸君、青年同盟は、ね、なぜスピラの真実を求めたのか。それは新しいスピラを建設するためであったはずだ。まあ特にね、大した話はなかった。我らの力は未来への道を切り開くためにある。例えば子供たちが剣を持たずに済む未来を目指して。ああ、これでミッションコンプリートか。あ、エピソードなんだ、ミッションではなく。まあなんかね、今の禁止区域はまあ本当大した話はしてなかった。なんかシンがいなくなって、まあ力を振るう先がなくなってしまったみたいなことを言っていて、でその道を示してくれたのがヌージで、まあこう力が持て余してるならスピラの真実を探りに行こうぜって、探るために力を蓄えて、まあ力を使っていこうぜって言い始めたのがヌージだったよって、我々はその言葉に救われたみたいな話をしてたところだったから、なんで禁止区域にする意味もなんか特になくねって思いました。いやー、疲れた。もう二度と戦いたくないと思いましたね。初めてこの作品やってて、いや、心底もうやりたくないと思った。くっそめんどくさい敵でございました。ありがとうございました。で、じゃあ今日はね、一旦ここまでにしようと思いますので、また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。